遊んでほしくて声出たのにさ、あの声のだったから成長とあとして頑張ったなと思って自分とちょっと遊んでた。僕も離婚になった証拠だし、私も頑張って青やつで出席した回だったよ。めっちゃ寒いってわけじゃないけど、そこそこ寒い感じだな。動いてるからいいのね、高いけど、うん、ちょっと車を行ってます。仮ネズミカフェ、空陸屋。ただ不安でると落ちてもないよ。苦情の多い店ナンバーワンなんだ。あ、そうなの？ヘッドシステムの感じが。へえ。だって汚いんだもん。まあね。すべて抜いてる。しょうがない。急に人が来られたら一緒に行ったら人形まみれの収入が。あら。もう本当ひどい。要はまだね、あでもトイレシートはあるからいいとしても、ウニシはさ、ほぼ回収せないと、ただ赤ちゃん用かなってまだプチプチして柔らかいと、うん、何で汚れちゃう。じゃあ僕はもう満足だろ。遊びましょうって感じだ。おやつタイムね。遊びましょ。見ておやつタイム。あ、いいね、おいしいね。じゃあパパからももらおうね。いや、きついわ。いけるか。あ、いけた。案外いけた、普通に。私たちで会社でやるね。めっちゃ腹減った、うん、ほら4万とか3万じゃなくて。何が4万？電気屋。あ、まあね。あの小動物使ってる人とか。うん。地域によっては確かにはずっとつけっぱじゃないとやばいもんね。お腹すいた。どうするか。疲れてきた。うん。足が痛いからさ。下がった歩き方するからすげえ倍に疲れる。慣れてたりするのかな。でも朝見た時なんか可愛い。超腹減ったな。なんでこんな腹減ってんだろう。夜だからか。変な車多い。
でもいいよ、まだまっすぐ。まだまっすぐでいいよ。他にも飽き飽き飽きってなった。まあね。うん。栗ちゃんはすごい大事。本当だ。すごいね。あ、今度はそういう方が今度逆に来たんだ。だね。パプリチョウが。ちょっとちょっと。うん。今日のあの今夜一回。人めっちゃ少なくなったね。ポンパル。すげえ方向だね。アロマか、動物飼ってからそういうの好きなくなったからすげえ免疫ゼロになった。ここ回るか、さすが。あそこって行けないでしょ。それ地下行くしかないもん。だったらこっちも。スカイライン。本当だ。お腹空いたね、僕な。帰ろう。スカイライン、スカイライン。ちょっと帰ろう。あ、重た。もう、しんどくなってきた。かゆ。たぶんあそこの神社で集団接種やってくれるでしょう、今年は。うん、2年間コロナでさ、やってくれなかったから病院で注射だったけど、まあ、病院だと500円高くなる。危ないね。何を？あ、今島？